皆さんこんにちは。テレビ新潟新人アナウンサーの西辻美優です。今日は前回の ZIP の企画とスッキリの企画に続いて最後の企画に挑戦していきたいと思います。その企画は昼といえば何です企画です。イエーイ。毎週月曜日から金曜日昼の11時55分から放送されている昼なんです。今日は私が街行く人に昼とお聞きして何ですと答えてくださる方に遭遇するまで帰れないという企画にチャレンジしていきたいと思います。この企画も相当過酷だと思いますが頑張っていきたいと思います。自信のほどはどうですか？ちょっと結構前回と前々回の企画よりはシンプルかなとは思うんですが、昼って聞いて何ですって答える人ってあんまりいないじゃないかなと。やっぱりみんなねご飯とかねそういう感じかと思うんですが、まあそういう方に巡り合うまで頑張りたいと思います。では頑張ります。昼なんです。ちょっといきなりなんですが、昼といえば、はい、昼といえば昼ご飯ご飯、そうですよね。昼ご飯、今日何食べましたか？今日は焼きそば食べた。残念ながら失敗でしたあ、そうなんですよ。昼といえば昼なんですということで見たことはありますか？ありますね。 ありがとうございます。毎週月曜日から金曜日の昼の11時55分からやっておりますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ヒルナンです。大丈夫？はい、大丈夫です。じゃあ、行きます。いきなりなんですが、昼といえば昼なんです。おー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 すごいすごいすごい、終わっちゃった。昼といえば昼飯お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、企画が始まった時は何時に終わるのだろうとちょっとドキドキしていましたが、無事終えることができました。しかも3企画も、いや、なんか思った以上に皆さんその昼とか言って何ですって答えてくださる方もたくさんいてびっくりしました。だって昼なんですに関しては2人目でしたね。すごい。それ以降も結構たくさんの方に昼はって聞いたんですけど、皆さん何ですって答えてくださっていや、もう皆さんありがとうございますっていう感じでしたね。じゃあなんか最後に言いたいことありますか？言いたいこと、いや、でも総じて全て楽しくて、なんかあっという間に時間が過ぎていって、私自身もすごく楽しい外録でした。いろんな人のお話も聞けて、なんかね、ほっこりするようなお話もたくさん聞けて嬉しかったです。 OK です、はい、ありがとうございました。イエイ。